勝手にランキング。いやー、今回は第4弾ということなんですけども、もうすでにこれ実は並べてあります、うん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 、どういう集まりなんだろう。これはもう飲みたくなるようなメニューですよね。そうです、そうです、うん、まさか。はい、飲んでいい日ですか今日は。用意しました。おお、じゃーん、ビールでございます。すげー。これはあのめちゃくちゃ美味しいサントリーさんのカオルエールじゃないですか。やったー、お世話になってますはい、ということで今回はちょっと静かしか飲むんでちょっと待ってよ、早い、タイトルコールしてない、はいはいはい、あ、そうですか、しようってくださいということで今回はビールに合うおつまみ勝手にランキングです。なるほど、はい、あ、飲みながらどれが進むかみたいな、このビールに合うのおつまみは何なのかと、え、ことですよ。めっちゃいい回じゃないですか今日。そうね、ただですね、今回はちょっと変わり種をご用意させていただきました。なるほど、はい、ちょっとこんな感じなんですけどいかがでしょう。食べたことないですね。ね、結構ね、うん、変わってると思うんですよ。これはあれですか、また前みたいにいろんなコンビニ行ってきた、うん、これはですね、これちょっと書いてあるんですけど、ドンって書いてますよね。ああ、はい、わかりますか。ドンキ、そう、あ、ほんまじゃ、これ全部ドンキで買えます。あ、そうなんですか。そうなんですよ、今ドンキがね、すっごいおつまみ充実していて、これもごくごく一部ですからね。その中から今回よりすぐりの10品をご用意させていただきました。めっちゃいいじゃないですか。はい、うわ、さあ、じゃあ早速いきましょうか。いいですね、一品目いきましょう。じゃあもう手元にあったんで、はい、はい、何でしょう。サクサク分けあり、分けあり塩オクラ。へえ、オクラ分けありってのは何だろう。あ、カラカラカラって言ってる。形があれなんじゃないですか。あ、そうかそうか、端っことか、あ、ちょっと形崩れてるだけで商品にならんくて味は一緒ってことですよね。あ、そうかも。塩オクラ、乾燥してる感じですか。ですね、うん、オクラだ。へえ。匂いはないですね、別に。はい。美味しそう。やっぱバラバラ。さあ、じゃあ早速食べていただきましょうか。はい、いただきます。はい。塩オクラでございます。あ、サクサクですね。うまっ。おお、ま。ネバネバ感はないですよね、やっぱ。サクッと揚げてあるね。あ、食べてるうちに蘇ってくるとかもない。うん。うん、 塩味ですか。あ、でも、はい、塩オクラっていうほどは塩はないです。あ、なるほどなるほど。しょっぱい感じはないです。これあれですよ、ビールに合うかどうかですからね。食べてビールガツンですよ。合う険しい顔で合う。うまい。あ、いいですね、このね、うん、形がバラバラじゃないですか。はい、ちょっとこの端っこは美味しいとかあるんですね、はい、塩がちょっと強いとか。なるほど、うん、そういう食感とかちょっと味のばらつきなんかも逆に楽しいと、うんうん、進むビールなくなっちゃうぞ。うまい、はいはいはい、じゃあまあランキングいきましょう。はい、はい、1位ですね。1位、はい、うん、まあまあまだね。ただ一品目としてはかなりリアクション良かったですね。うん、まあまあ酒飲みですからね二品目です。インパクト大、はい、ドーン、異例の120時間燻製。は、なるほど、燻製された卵なんですが、ちょっとかなりですね茶色いのが見えますが、ちょっと揚げてみていただきましょうか。なるほど、うわ、めちゃくちゃ、こういうことか、いきますよ。はい、さあどうでしょう。うわ、つやつや、うわ、めっちゃいい匂いする。燻製の匂いしますか。めっちゃします。殻剥くってことですか。これ殻ですね。ですよね。あ、じゃあちょっと剥きましょう。うわぁ、美味しそう。こういうことですよね。そうそうです、そうです。いや、こんなん絶対うまいでしょ。ですよね。絶対うまいよ。うわぁ、結構色がどうですか。もう、一剥き、二剥きでずっといい匂いする。本当だ。いい匂い。いい匂い。いい匂い。あぁ、いい、いい色。まあでも、うん、酒に合うかどうかってポイントですから。あ、そうそうです、うん、そんな
そんな簡単にうまいなんて言わんすよ俺。そんな甘いもんじゃない。おお、厳しくいくと。なめんじゃねえぞ。なんで怒ってるんだ。いただきます。はい。うん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 。お、どうだ。もっと味がついてもいいかな。あ、なるほど。いや、めっちゃいいですよ。うん。うん、いやいや、めっちゃ美味しいし、うん、めっちゃいい匂いするんですけど、やっぱポイントは酒に合うかでしょ。そうです。もうちょっと味があってもいいかな。でも、パサつき具合で、喉乾くですね、うん。お、なるほど。おー、進む進む。いいですね。うん。2位。あー、うん、塩オクラ美味しいんだ。そうっすね。いや、めちゃくちゃ接戦ですね、これは。あ、まあ、じゃあかなりレベルの高い話なんですね、そうそう、ね、上で戦ってます、うん。じゃあ3品目いきましょう。これ、パッと見た感じは優勝候補ですね。はい。ほう。柔らか仕立て、串すだこ。こんなうまいでしょ。ですよね。あ、串に刺さってるんですね、その他の通り。このサイズもいいですよね。あ、確かに食べやすそうだし、うん、手も汚れないという、串に刺さってるから、うん、酸っぱい感じしますか、うん、はい、うまい。いや、こんなんうまいでしょ。うまい。ビール、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 ビールですか、合うかな。そこですよね、ポイントは。そこ、ビールに合うかどうかです。団体はうまいですけどね。うん、合う。でしょうね。うまい。あ、結構でも前の2つも強敵ですからね。いや、でもマジでこの3つ接戦ですね。とはいえつけていただきましょう。そうですよね。1位。うん、あ、串すだこそんなうまいんだ。うまいっすね。これって結構硬いんです、柔らかいんです。ね、変な硬さじゃないんですよ。なるほど。いい歯応え、柔らかいといえば柔らかい、こう噛み応えありつつしっとりみたいな。硬いじゃないです、いい歯応えみたいな。前回硬いっていうのがありましたけど。硬っ。え、これはいい硬さ。これいい硬さ。前回は悪い硬さ。悪いカメラマンですね。次で、4品目ですね。はい。はい。いきます。4品目。じゃん。プルルンとろうま軟骨。これだからどういう状態で入ってんすか。ですよね。ちょっと開けてみましょう。温めろって書いてある。はい。あー、なるほど。あ、でも食えるかな。レンチンします。レンジあるんですか。レンジはある。あ、じゃあ、あ、え、タレがついてる。ポン酢一味ちょっといったん。はい。あ、ちなみに値段これ499円です。あ、マジで安い。はい、はい、温めてきました。お、これにポン酢いくんですよね。ポン酢。ああ、はいはい、なるほど、一味。あ、なるほど。うわ、分かってるな。はい、いただきます。はい、どうぞ。あ、軟骨柔らかいんじゃん。え、めっちゃ入っとる。うわうわ、プルルン軟骨。はい。驚いてるぞ。これ軟骨？え、どういうことですか。めっちゃプルルン。じゃあもう、あの、コリコリというよりも、プルプル。だって、こんなんですよ。あ、柔らか。うまっ。うわ。うん。進みまくってる。合わんわけないですね。はい。プルルンとろうま軟骨、何位でしょうか。はい。1位。
まあちょっとせこいですねこれは。せこい。うまいでしょそりゃ。うまい。トロトロプルプルの軟骨めちゃくちゃうまいです。はあ。ずるい。いやーこれね、でも本当ここまで4品かなりリアクションいいですね。食ってますけどまだあるんだって。ちょっと抑えましょう。はいはい。さあ5品目こちら、はい、おかかチーズ焦がし醤油のおかかチーズ。ええー、なんか見た目はちょっとあんまりっすよね、うん、普通に言ったら、はい、チータラはまあ最強のね、確かにおつまみですね、うん、あいい匂いする。おいいですね。あへえ、あいいかも。すごい、なんだこれ。さあちょっと食べてみていただきましょう。いただきます。はい。うまちっちゃく馬が出ました。あーうまいこれ。うわでも合うかどうかですよね問題は。そうですね。この合う合う。もう先言っちゃってる。うまこれ量絶妙っすね。あ量、うん、一本あたりのなんかこの太さに対してもっと入れても良さそうじゃないですか。あなるほど、これ絶妙っすねバランスが。あへえ、結構大絶賛してますね。うん、5品目これどうなんでしょうか。さあどうなるでしょうか。おっと3位4位が下がっていくぞ。間か、うん、どっちかだな。2位。何位。なるほど、うん、ね、チーズもめっちゃ濃厚なんですよ。あーいいな。じゃ続いては6品目こちら、はい、秘伝の甘辛ダレ3種ミックス。3種とは。ゲソ、耳、そうめん。なるほど。え、駄菓子屋さんでおなじみ。あーでもつまみですからね今日はね。そうだから、そう考えるとこの甘辛ダレっていうのはかなり相性いいんじゃないかなと。ですね。はい、どうでしょう。うわー結構味しっかり濃そうですね。あそうか、そうですね。うわーしっかり染み込んでる感じですね。さあ、わすごいいい匂いする。ちょっとどの部位からいきますか。ゲソ。はい、ゲソいきましょう。あかたかたい、うん、まあ美味しいですけどね。あちょっとこれは、うん、味付けはいいですね。しっかり味がついている。うん、濃い感じですね。めちゃくちゃ濃いですね。こういってみましょう。わ、はい、濃い。耳、これ耳、耳ですね。はい、あまあさっきあの良い硬さみたいな話がありましたけど、はいはい、これはなんどういう硬さでしょう。良くない硬さ言っちゃった。でもね、うん、やっぱつまみと、まあ、ビールいくじゃないですか、はい、いいペースで飲みたいじゃないですか。ああああ、辛すぎるんでガバガバっていくんですよ。ああそうかそうかそうか、うん、で腹いっぱいになるみたいな。ああなるほど、のもあるっすね。でも合うか合わんかって言ったら合うっすよ。なるほど。ここでああ第5位。はいはいはい、難しいな。なるほど、ビールには合う。うん、さあ7品目これちょっとね気になってたんですよ。はい、優勝候補ですね。おお、おお、何これ。明太カニ、ピリッとうまい。もうカニですね。ね、まるまる食べれるとこですよね。多分ポリポリいくんでしょうね。ね、あれ結構これ期待大じゃないですか。うん、見た目のインパクトもありますが、
ニだ。すごいすごいすごい。カニだ。もうカニだわ。行ってみようか。いやすごいですね。もうカニですもん。ですね。はいどうぞ。いただきます。はい。いい音してます。なんかね、甘みがあるんですよ。あ、なるほど。甘辛いというか。あー、この甘みを多分ね、つけてますね、味。砂糖じゃん。砂糖。うん。なるほど。それがいいのかどうか。この甘み、いらんかったですね。あ、なるほど。はいはいはい。僕はね。しょっぱい方が良かったんじゃないかと。うん。決まりました。はい。ここです。第5位、うん、うん、なるほど。やっぱ素材の味はめっちゃいいし、うん、見た目も、はい、いや甘さいらなかったな。いきましょう、はい、品目です。はい、はい、こちら、はい、揚げ揚げ天ぷらスナック。なるほど。あ、いろいろあるんじゃ。何が入ってるんですか。かぼちゃ、れんこん、オクラ、紅生姜のかき揚げ、なす。うん、2度揚げ。へえ。パッケージめっちゃ美味しそう。そうですね。おお、なんだこれ。ゴロゴロ。あ、でもすごい素材感がすごい。こんな感じですね。うん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 。あ、でもちゃんとその素材を揚げたっていう感じはしますね。そうですね。いいですか。はい、じゃあどれいきますか。かぼちゃ。かぼちゃ、うん、はい、いきましょう。パリパリ。うんうんうん。あ、うまい。お、味しっかりしてます。うんうんうん。奥におる味が。そうそう、こういう味の付け方をしたらね、もっとね。誰に言ってるんでしょうか。誰かに言ってますね。うん、うまい。おお、うん。その二度揚げってこれ書いてあるんですけど、うん、そのサクサク感にかなりこだわってるようなんですが。うん、そう。なんかサクサクで歯ごたえバリってなるけど中が硬くない。うん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 。いい食感ですね。おおおおおお、ちょうど真ん中ぐらいが分かりましたよ。この位置だと5位4位か。これだ。はい、第4位。うーん。さあ、あと2つですか。9品目。うん、行きましょう。はいはい。牛しなめはこちら。はい。酒皮フライ濃厚、うん、一味マヨ味。うわ、いやそりゃ合うでしょうね。199円。え、あの今回の商品なんか一番安いですね。あ、そうなんですか。はい、200円です。はい。え、あーすごい。あ、なるほど、なるほどね。皮だけなんだ。皮だけ。はい、じゃあ行きましょう。うわぁ、何その顔。どういうことですか。あんまりだわ。あ、匂いが。匂いあんまり。はいはい。裏切ってくれよな。はい、じゃあ味の方。お、サクサク。うん、うん。どっち、これどっちだ。はい、第、お、真ん中ぐらいだ。こちらです。第6位。あら、意外とそんなに伸びなかったですね、うん、めっちゃいい味で、うん、最強にうまいんですけど、はい、皮独特の癖はあるです、うん、あ、なるほど、うん、結局皮だなっていう部分がちょっとあるんですよ。あー、すごい、なるほどね。噛んだ香りが好きな人めっちゃ好きだろうなっていう感じです。あー、そうか。そして、次がいよいよ最後となります、うん、これはね、10品目残したんですよ。お、優勝候補。お、優勝候補、うん、はい、うん、じゃーん、柔らか焼き穴子。ちょっと穴子感すごくないですか。ですね。これただ、うん、高そうに見えるじゃないですか。え、はい、これ399円。え、マジですか。このボリューム感で意外と安くって、うん、結構するんかと思った。そうですよね、はみ出ちゃうぞ。
うわほらほらこのインパクト、さらに乗り切らない。さあガブッといってもらいましょうか。辛そう。そうですね、七味が入ってますね。焼きアナゴどうでしょう。買った。ああ、うん、ああ、うん、ああ、なるほど。どうでしょう。399円ですよ。うまいな。お、はい。柔らか焼きアナゴ第何位でしょうか。おおお、5位の位置が空いたぞ。悩んでおります。ガチですからね。はい、第5位。ああなるほど、真ん中ぐらいですね。いやめっちゃ美味しいですけどね。はいはい、何がちょっと届かなかったのか。もっとこれ多分厚みがあって、うん、ちょい柔らかめ、ふわっとしたらもっと美味しいと思うんですよね。なるほど。アナゴの味もめっちゃしっかりしてますけど、うんうんうん、まあ、期待値が高かった分もあるし。なるほど。それ超えてはこんかったかな。あーなるほど。はい、ということで、最終的なランキング出ました。1位からこちらですね。はい、こんな感じになっております。こうして見るとだから前半食べたのが割と上位に来ていますね。あ、そうですね。たまたまいうか、まあ卵はちょっと最下位になっちゃってますけど、うん、いかがだったでしょうか。もうただただ僕の好みなんで。まあね、参考程度にということで。ボロクソ4取ってくださいね。はい、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、今回はですね、ビールに合う勝手におつまみランキング。勝手にね、勝手にですね、勝手にランキングでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。